12月24日、家族で自宅で夕食。ユーモアを交えたオーディオブック。文、エアニモ・ロペス・ソルデブラ。現実の出来事、人物、場所、生きているかいないか、実在か架空かにかかわらず、現実との類似は単なる偶然であり、作者の熱狂的で奔放な想像力の産物である。コンテンツをより楽しむために、厳密には必要ありませんが、ヘッドホンは必要です。今日は、昨年12月24日の典型的な家族のクリスマスイブのディナーについてお話します。例年通り、今年も同じようなディナーになる予定です。まず、この重要なイベントの主人公を紹介しよう。彼は私の父です。彼はずっと教師をしている。今年、政府が導入した新しいカリキュラムによって、直接授業に参加せざるを得なくなり、職を失ったのだ。何年も前に就職した後、近所のバーで家庭教師とカウンセリングを始めた。この仕事は、自分の人生に必要なものではないと判断し、辞職した。その結果、最近閉店した近所のバーの医師の友人、同僚、優秀な学生によると、彼は現在失業中で、心的外傷後ストレス障害に苦しんでいるという。父の友人の医師は、校長や精神科医と結託して、少年の母親に注意欠陥多動性障害を予防するためのある薬を飲むように勧めており、その薬は偽造処方箋によってのみ流通していたのです。毎年、父はみんなのために夕食を準備します。料理が好きだからか、後で各ダイナーに食材、購入した場所、調理方法を説明し、スライド、ビデオ、コンセプトマップ、さらには卒業試験と呼ばれるフィードバックキャンペーンを使用して、より教訓的になり、食べるには8以上のスコアで合格する必要があります。今日まで、私たちはみんな、個人とチームワークの両方で多大な努力なしにテストに合格しました。誰かがテストに合格しなかったり、夕食時に唯一のかなりの匂いが口臭の匂いであるとあえて彼に言う日を想像したくありません。私の母です。母は、このような大切な日には、いつものようにテーブルクロスとそれに合わせたナプキンを用意し、母、つまり私の祖母が自分の手で作った精巧な刺繍や細い毛糸でテーブルを飾ります。このテーブルクロスは家族全員にとって大きな感傷的な価値を持つもので、祖母が苦労して作ったことも、何年もかけて作ったことも分かっているので、このテーブル理念は家族の伝統のかけがえのない一部になっているのです。同様に、クリスマスのプロトコルの一環として、母はテーブルを最高の繊細さとディテールで飾り、食器、ガラス製品、最高級のカトラリーを置き、ほぼミリメートルの精度で注文して調整するのに何時間も費やしています。祖父。私の祖父は、母親の側で、これらの日付の間、クリスマスの雰囲気に熱心であることが家族の中で認められているため、10月以来、クリスマスツリーとキリスト降誕のシーンを飾り、毎年新しい作品、球体、ライト、そしてクレジットカードのストロークで市場で見つけたミニチュアやフィギュアの数を探しています。彼は18ヶ月後に支払いを終えます。私の祖母です。母方の祖母もクリスマスの雰囲気を整えるために、電話でみんなを批判することに専念しているので、この時期が一番幸せなのですが、私が観察したところ、今年は祖母が2個連続で、家族の中に夫婦間の不倫があるという証拠、写真、動画を持っていて、12月24日のディナーで、それが誰のことなのかはっきり言うつもりでニュースを広めているらしいのです。彼らは、別の女性との議論の結果として、バターを広げるためにナイフとのストリートファイトで両耳を失った私の祖母の近所で、両親に耐えるのが難しい。そのような堕落した耐え難い屈辱のために泣くまで彼らを怒らせた男性の数について話します。しかし、両方の女性は戦いの後に彼らにふさわしいことを認識するようになりました。私の妹です。私の妹はというと、13歳、噂では12歳になった時、また同じ噂では5番目か6番目の妊娠を祝うために、盗んだ中古のドリルを使って、地元のショッピングセンターの暗い駐車場に止めたバイクのバックミラーの前に身を置き、スポンジボブの顔をしたサンタムエルテの像を自分の顔に彫り込んでしまったのだ。私の妹は顔に傷があり、エストロゲンと動物のテストステロンの混合物を与えられ、それを脅迫的かつ定期的に大量に摂取しました。診断の名前は双極性躁うつ病に分類されます。混合ホルモンは彼の父の友人からの医者を通して闇市場で入手されました。私の父の医者の友人は、彼が電話恐喝の刑に服していた刑務所から携帯電話を介して多くの人々を騙し取ることに専念していました。彼の恐喝された大衆は、彼らの学校のディレクターと精神医学チームによって検出された多動性を軽減するために薬を求めて母親との彼の相談に来た子供たちであるという悪化した状況。私の妹は1年前に結婚したのですが、結婚式のお祝いの時に、夫、母、兄弟がそれぞれのパートナーや子供と一緒に吉見家に引っ越すことになり、各部屋のセメントの壁に描かれた落書きの種類で区別される家に住んでいます。結婚式の日、姉が始めた乾杯の音頭で、彼女は幸せになること、自由とプライバシーと個人の自立を楽しむことを決意しました。それは、新しい義理の両親や新しい家族のメンバーがスープの皿をポケットに入れたり、他の人がパーティーからこっそり飲み物を出して車のトランクに入れ、通行人に安い値段で提供していることに気づいた時に決めたことでした。姉が今の夫と結婚した後の妹の部屋には、かつてベビーベッドがあった場所に真っ赤な鳩型のウォーターベッドがあり、マホガニーの机の上にはバーコードと社会保障財産の判例が書かれたパソコンが置かれています。義兄は今でもスーパーマーケットチェーンの労働者の子供たちのために子供輸送の運転手として働いており、パーキンソン病、アヘン、アンフェタミン、抗うつ剤の中毒でとても有名で、運転前に大抵90プルーフの純アルコールと混ぜて飲んでいることが知られています。その意味で、義兄はこれまで一度も事故を起こしたことがなく、会社の中で最も責任感のある労働者として報われることも多い。この会社では、会社の国内子会社が地元当局に許可を要請するという汚職まとな仕組みで運営されている。その労働者全員の地方選挙での投票を保障するのと引き換えに、建設や土地利用に関する既存の法律に違反することを可能にする賄賂によって、国内に多くの店舗を建設するための許可証を自由に手にするためであり、この問題について疑問を挟む余地のない数百件の疑わしい支払いの証拠があるにもかかわらず、である。マネージャーが問題を修正することよりも、ダメージコントロールに関心を持っている会社。そして私は、若者や年配の人々にとって唯一の楽しみは、携帯電話のアプリケーションで感情や責任のない関係を探すために街に出ることであり、プロフィール写真が偽物で騙されていることが知られている街で独身である。そして、独身である私は、毎年新しいパートナーを連れてくるのだが、今年はいなかったので、客からの未払い金で資金不足になり閉店したバーが主催するパーティーで知り合った、顔も名前も覚えていない女友達を連れてくることにしたのである。そして、この時点で、我が家の主人公たちの簡単な紹介の後、夕食会の出来事の語りが始めまるのである。8ヶ月ほど前に父が失業して以来、父は家に引きこもり、友人を誘ってサッカーの試合やスポーツイベントを見る習慣を取り入れました。今でも、街灯につながる電気に加えて、近所の人のインターネットにもつながっているので、丸ごと楽しむことができるのです。そして、24日の夜も例外ではなかった。そこで、午後3時頃から、彼の友人たちがぽつりぽつりと集まってきた。彼らは、笑いと歓迎のコメントの中で、表向きは、それぞれが、まるでスポーツ競技の決勝戦で勝ち取ったばかりのトロフィーのように、貴重な酒瓶を所有していることを誇示したのである。と言って、部屋にある巨大な肘掛ケースに座ります。この肘掛ケースは、かつて私の父の友人の医師の社会保険事務所にあったもので、15人は楽に座れる肘掛ケースなのです。友人たちの儀式は、いつもビールとポテトの袋、そして様々なナッツ類で始まった。最初は氷の入ったほとんど空のグラスで短く飲み、次にほぼ満杯のグラスで長く飲み、時間差で散発的に、水も一切入れずに、各人の好みのアルコールで、2回目の演技を始める。このサイクルの中でこそ、みんなが生涯の仲間になり、お互いをとても愛し合い、親友として感謝し合うことができるのです。次の段階は、もう食卓ではなく、家の中で、気にせず何でも飲み、グラスを使わずに直接ボトルを共有することだった。今ではグラスの破片があちこちに散らばっているだけだが。そこで、習慣として、仲間の一人が熱い議論から殴り合いになるのだった。大志幕は、トイレに這いつくばって腹ばいになり、壁に放尿し、バランスを崩したのを隠しながら再び階下に降り、手すりに抱きつき、何か食べるものを頼むというものであった。5番目は、ソファに全部積み上げて寝るという内容でした。6つ目は、翌日遅くまで起きて、それまでの手順を繰り返すというもの。今日はそのような特別な日なので、以前は夕食会の各出席者が料理の好みで個人的なメニューを事前に提供しなければならなかったので、私の義理の兄弟が働くスーパーマーケットチェーンを見ていた私の父に警告するために、儀式は中断されました。可能な限り最高の価格を手に入れて、彼らが友達に尋ねたいと感じた珍味のそれぞれ。私は、ベストプライスというのは、父が最もフェアだと思う価格であり、それは父が欲しいものをタダで手に入れることに他ならないと説明する。そこで以前、社会保険労務士として働く友人と、義兄が指名運転手をしているチェーンの労働者の子供たちを使い、子供たちのリュックやポケットに夕食に必要な食材を詰めるという協定を結んだそうです。この請求書はスーパーマーケットチェーンの購買担当者に渡され、通常より高額な支出を正当化し、そこから購入したはずの全額を懐に入れることになるのです。ここまでは計画通りだったのだが、計画というのは美女とのデートと同じで予測不可能なもので、最初の不測の事態が起こるのに時間はかからなかった。今のテーブルには母が苦労してセットした食器が置かれ、さらにその日は祖父が早起きしてクリスマスツリーとメンバーや人形がすべて入った生誕の場面を移動してテレビの前に置くというアイデアを持っていたのである。父の友人の中で特別な個性が際立っていたのは、ボールをオーナメントにしているという噂から、みんなが小さなクリスマスツリーと呼んでいた人でした。クリスマスツリー彼が酒を飲むたびに、そして川の魚よりもたくさん飲むと、彼の顔は動揺し、口を開けて食べる傾向があり、盲人の犬よりも空腹であることを示していた。一方、時々その速さのために無意識に見える動きで奇妙な苦笑いをし、ゼリーが振られた時のように震える唇の痙攣を伴っていた。この男は車椅子に乗り、酸素吸入をし、永久カテーテルを携帯していたが、それでも、自分はいつも前触れもなく真っ先に人を殴るんだ、と自慢げに話していた。彼は大柄でがっしりした男で、暗い顔、自分の顔から出た異様な顔、外側に膨らんだ方、肩まで垂れ下がった方、その顔に現れるシワは荒れた土地でトラクターの隙が描く深い溝のようで、肌は錆びた鉄のようにとても赤く、目はレストランのトレーのように驚くほど大きく見えた。クリスマスツリー氏は、前述のように椅子の背もたれにプローブをくくりつけ、マスク付きの酸素ボンベを装着していたが、顔の膨らみはプラスチックマスクによるものではないことに注意する必要がある。それで、人間クリスマスツリーは、テレビの前に松のクリスマスツリーがあることに気がつくと、誰にも何も言わずに、いつも前触れもなく、直接、先制攻撃をして、祖父が参加月間飾っていた松のクリスマスツリーを掴んで、食卓にものすごい勢いで投げつけたのです。母が正確にセットしていたテーブルの上に、食器やガラス器を一挙に割ってしまったのだ。父の友人たちは、このようなクリスマスツリーの強さと技術の展示を見ると、すぐに静かに座っていた肘掛け椅子から飛び上がり、まるで相手チームが最後の瞬間にペナルティキックを外して、自分の選んだチームの勝利を意味するように、互いに興奮して抱き合い、拍手喝采したのです。実際、父の友人の一人は大きな拍手をして、手首と二の腕の3カ所を骨折し、救急搬送されたそうです。明らかに前の行為が相手チームの PK を外したようなものなら、腕を折られた友人がうずくまり、身動きが取れないのは、最後の最後で得た PK が好都合だったことを意味し、どこからかわからない騒ぎの中で、瓶の一つが飛んできてテーブルクロスにぶつかってきたのである。それは父の友人の医者の行為で、不純物の入ったワインのボトルで、アポクリファーの酒がこぼした酸性の液体が激しい炎を広げると同時に、煙が出始めた。テーブル、祖母のテーブルクロス、クリスマスパインが燃えていました。煙は徐々に濃くなり、クリスマスツリーを持ち上げるために酸素マスクを失ったクリスマスツリーは、呼吸しようとして、すでに広い鼻を伸ばして、隔鼻口に私の2つの握り拳が確実に収まるようになりました。祖父は怒りに任せて、キリスト降誕の場面を構成する200頭以上の羊飼いや動物たちをクリスマスツリーの花の下に押し込んだのです。そのような状況に直面して、母は叫ぶことに専念し、それはとてもうまくいきましたが、祖母は自分の手で作ったテーブルクロスが幼い頃に火の中でどのように消費されたかを見て、怒りを抑えて、クリスマスツリーの肝臓からぶら下がっているプローブをつかみ、車椅子の後ろで見つけたマチェーテで猛烈に割った。それから私の祖母は肝臓から直接来たプローブの完全な内容を一気に飲み、この行為で平和と愛のサブリミナルメッセージを残しました。そしてそれはすぐに私の父の陶酔した友人を捉えました。彼らはすぐに、そして彼らが行儀の良い子供であるかのように、ソファに座って落ち着いて静かにおしゃべりを始めました。一見静かな時間に、液体がなくて閉店したバーで偶然出会った女性が現れ、家族の連れ合いと紹介するふりをしたが、顔は覚えているが、名前は未だに覚えていない。それは、アボカドを半分に切った大きさのニキビを顔に乗せた、一見若い女性で、顔から飛び出したいような印象を与える動機を繰り返しながら、生命力を発揮しているように見えるほどであった。黒のタイトなパテントレザーの上質なランジェリーのワンピースに、同じ素材のニーハイブーツ、冷戦時代よりも大きく見える胸の谷間をつけた女性が、中に入って、一杯と次の杯の間に息をつく暇もなく獣のように飲む仲間たちを見て、目立つことを決意し、踊り始めた。エキゾチックというより、魔除けの儀式のようなダンスは、すぐにソファで飲む人たちの関心を引いた。即興のダンサーの女性を注意深く観察することに加えて、飲酒をやめず、時踊り時期を散らすためのスペースを提示した酒飲みの中には、タイトな黒いパテントレザーの高級ランジェリーを着た得意な女性を利用して、財布に入れて持っていた小さなものを取り、根拠のある希望を持って、翌日、実際に起こったように、誰も何が起こったのか覚えていませんでした。時が経ち、夜が明け始めた頃、姉と義理の弟が私の家に現れました。私の妹は、タイトな黒いパテントレザーのユニークな上質なランジェリーを着た女性を見た瞬間、羨望の的となり、彼女が細心の注意を払って数えていたお金を手から引き裂きました。同時に、素早い動きで、何も言わずに女の胸に膝を埋めるように振り向くことに成功した。そんな非道な衝撃の結果、黒いパテントレザーのブーツに大きな谷間のある女は、10メートルの間に3回転、4回転半の後方ジャンプをして、10秒足らずで両手をお辞儀の形に伸ばして倒れ込んだのだった。この軽蔑は姉をさらに怒らせたが、姉はもうどうすることもできなかった。その瞬間、私の義理の兄弟は、スーパーマーケットチェーンの購入責任者が、父がその夜の夕食に注文した材料でいっぱいのポケットで従業員の子供たちを輸送するために義理の兄弟に与えた手数料のおかげで、24歳のウイスキーをおしっこしているぽっちゃりした小さな男の子の姿を中央に支える噴水を示しました。それは、私の父と彼のすべての友人にとって、神秘的な幻覚の状態のように見えるものに吸収される砂漠のオアシスとして彼の目の前に現れた噴水でした。義兄が持ってきた噴水がアルボリート・デ・ナビダドに大きな喜びをもたらした。アルボリート・デ・ナビダドは、筋肉質な腕で車椅子の金属製の輪に全力を注ぎ、荒っぽいが正確な動きで、噴水に向かって並外れた速さと力で進み、その噴水を囲む約10センチメートルの縁石から念願の喜びの液体が止めどもなく流れてきたのだった。憧れの快楽の液体が止まることなく流れ出る泉の周囲には約10センチの縁石があり、修復する暇もなく、その結果、彼は猛烈な勢いで突進し、顔から小さな天使の唯一目立つ突起に落ち、埋め込まれたままになってしまったのである。祖母は、幼い頃、クリスマスツリーが手作りのテーブルクロスにぶつかったことに腹を立てていたが、この惨状を目の当たりにして、真っ先に怯えたことをよく覚えている。大変だ、あの人が溺れている。なんとかしてくれ。頭を左右に振りながら、ますます強く蹴っていることに注目してください。腕や手をぽっちゃりした男の子の太ももにおいても、足の間から頭を出そうとして、うまくいきません。私の父の友人の一人はすぐに答えました。さて、私たちが後ろにスペアタイヤ付きの椅子を買ったのはありがたいことです。なぜなら打撃でそれらの一つが使用できなくなったからです。それに対して、父は即座に、そうだ、そうだと答えました。それは嘘だ。この車椅子は、スーパーマーケットチェーンに買収されて市議選に出馬し、高速鉄道インフラに税金を使う必要性の象徴だと主張して近隣の広場で公開デモを行った政治家の一人が、クリスマスツリーさんに寄贈したものでした。そして、椅子を配る代わりに、政治イベントに参加する人たちに電子カードを配り、噴水を持ってきた人が働い。テールスーパーマーケットチェーンで近所の人が買えるようにし、この電子カードで飛行機の抽選券が買えるというおとりのようなものでした。その間に、クリスマスツリーの鳴き声がだんだん大きくなり、魂が引き裂かれるような喧騒に包まれて、クリスマスツリーが受ける苦痛の大きさを表していた。そのため、その場にいた人の半分がクリスマスツリーの片足を、もう半分がもう片方の足をつかみ、こうして力を合わせてブロックを外そうとしたのだが、クリスマスツリーはぽっちゃりした少年の足に頭を完全に埋め込んだまま、しかも前よりも強い力で蹴ったり腕を動かしたりし続けているので、結局は無駄なことだった。まるで引き寄せの法則で宇宙の星踊り時がそうさせるかのように不運が続いていたが、アルボリート・デ・ナビダドに因縁をつけていた祖父が、私たちの住む5階からテラスにロープをかけてアルボリートの足にしっかりと結びつけ、もう一方のロープは祖父のトラックが止まっている外に渡して、泥よけにつなげようと言い出した。祖父は階段を飛び降りると、すぐにバンのエンジンをかけ、リバースに入れ、アルボリートの足に結ばれたロープを引っ張った。バンはロープを最大限の抵抗まで引っ張るためにうなり始め、クリスマスツリーの重みで前輪がアスファルトの上を滑り、車体の後部が左右に動いた。何度か加速した後、ついに車外に飛び出したアルボリートは、部屋の反対側の壁に投影され、地面に激突して跳ね返り、5階分の階段を降りてバンまで引きずられ、前端をフロントアクスルバーにぶつけ、祖父のドイツ製バンの丸で囲まれたピースマークの焼き印が一世刻まれ続けることになった。こうして、そんな偉業を成し遂げたみんなに乾杯した後、父は夕食に関する試験をみんなに免除したので、みんなで再び乾杯したのだが、その時、姉はグラスの熱気の中で、義理の両親、夫とその母、兄弟とそれぞれのパートナーや子供たちと一緒に我が家に戻って暮らすことを決意したので乾杯し、乾杯の間に夜が明けたのである。もし、このナレーションを気に入っていただけたなら、ぜひ、いいねを押して、チャンネル登録をしてください。